アイライナーを、アイライン以外のまぶたの位置や下まぶたについた場合、どうして修正をしますかということにお答えします。あえて今日今はこのようにポチッとつけます。落ちたとします。その時にどうするか、まず少し慌てて、まだ乾かないうちに取ってしまうとにじみやすくなりますから、乾くのをちょっと待ってください。そしてこのようなゆるいファンデーション、リキッドのゆるめのファンデーションで乾いてきたのを見計らって、逆についてる内側から外側に綿棒を回転させながら取っていきます。そうすると取れるだけではなくて、下についたファンデーションがこう崩れなくて済みます。それでもう一度修正として、ファンデーションを少しつけてあげて、目を開けてください。ブレストパウダーを抑えれば慌てなくても簡単に仕上がります。